明けましておめでとうございます。新年一発目の動画ということで、今回はカフェに行った Vlog なんですが、私の韓国人のオンニと一緒に天丼を食べに行きました。韓国の天丼ってどんなのだと思います？このお店、京和天丼っていう場所なんですけど、韓国で日本式の天丼を出しているお店です。京和って多分 today の今日だと思うんですけど、京和天丼っていう名前のお店です。すっごい並んでました。これがメニューです。普通の天丼が9500ウォン、スペシャル天丼が一番高くて16000ウォンだから1600円ぐらいですね。韓国で日本の天丼を食べます。美味しそう。これは半熟卵の天ぷらみたいです。プルプル。これがね、本当に美味しくって、もう日本で食べる天丼と何ら変わりないんですよ。値段もすごいバカみたいに高いわけじゃないし、全然9500ウォンぐらいでこのクオリティの天丼食べれるってほぼ日本と一緒だなって思います。ちょっと前ぐらいまではインチキ日本食みたいなのがすごく多かったんですけど、韓国の方が日本旅行に行って本物の日本食を食べる機会が多かったのか、もう普通に韓国で食べる日本食はかなり日本に近いものが多くなってきてます。次は私がインスタグラムで見かけて行ってみたかったレトロなカフェに行くことにしました。雑居ビルの中に入ってるんですけど、本当にこんなとこにカフェがっていうビルに入ってます。すごい場所にありますね、このカフェ。ここです、エムセルイス。出ますよ。ちょっとレトロな店内なんですが、昼と夜だと全然雰囲気が違くて、夜はこんな感じとディスコっぽい照明になってとっても写真映えします。店内ではヴィンテージアクセサリーも売っていて、50年代80年代のヴィンテージペンダントと新しいネックレスチェーンを結合して作った商品だそうです。こんな感じですね。レトロですごく可愛いネックレスなども売っています。これがメニューです。普通にいちごラテとか抹茶ラテとかもありつつ、まあ、ベーカリースコーンとか、あとバナナプディンとか、そういうのも食べ物も売ってるみたいです。あと気になったのはカレトックイ、韓国の細いお餅ですね。焼いたお餅とか、あとヤンニョムカムジャ、味付きのフライドポテト、そういうおつまみ系もあるみたいです。でビールも売ってるから、夜はちょっといい感じの雰囲気でお酒も飲めるカフェバーっていう感じですね。
食べてよ。市長側だと思うんですけど。まあこれが新年一発目の動画ということで結構ゆるい Vlog なんですけど、今年も1年よろしくお願いします。それでは今日はこんな感じです。バイバイ。